が無敵の後ろ指刺され組5人衆が大画面セバスと連覇するマシンガンギャグの乱れ落ち。パフォーマンスギャグの決定版ハイスクール記念組、この夏笑いすぎにご用心。凶暴そして最強と呼ばれる中国の妖怪が攻めてきた。目的は何か、そして日本はどうなってしまうのか。映画ゲゲゲの鬼太郎最強妖怪軍団日本上陸。ヨーロッパ、アメリカ、南米、そしてベストメンバーの揃った全日本ジュニア選抜が対戦することになった。俺たちも知らなかったすごい選手が続々と登場する。これこそ夢にまで見たジュニアワールドカップだ。映画キャプテン翼世界大決戦ジュニアワールドカップ、お楽しみに。メイプルタウンは動物の街、それは平和とメルヘンの街。今大人気、動物たちが劇場の大画面いっぱいに活躍するメイプルタウン物語、お楽しみにね。これが暑さをぶっ飛ばす夏休みビッグ4、絶対に楽しいよ。東映漫画祭り4月12日東映の劇場で待ってるよ。